はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーベルスナップやっていこうと思います。ということでね、行きましょう。ちょっとね、シャンチーやらリーチやらね、妨害系のカードを使ってくる人が増えてきて、移動がね、今まではね、結構やりたい動きを自由にさせてくれてたんですが、動けないパターンが増えてきたなと思うと、何かね、新しいデッキを組んでみるのもいいのかもしれないと思ったり、対策カードを入れたりとかするべきなのかなと思ったり、そんな感じになってきましたね。まあ、ただね、そうは言っても、しばらくはね、このまま行こうかなとは思うんですけどね。ちょっとドリームディメンション嫌なので、まあ、ニコスの動きが他にないのもあるし、ちょっと書き換えておきましょうか。まあ、有利なロケーションになるかどうかはわかりませんし、まあ、最後のロケーション見てからね、スカーレットウィッチは出したいところではあるので、ちょっと微妙かもしんないんだけどね。あ、デンジャールームか。なるほど。で、スタークタワー。スタークタワーね。はい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 。とりあえず真ん中バルチャーで次ストレンジで吸い取りましょうか。お、相手はナイトクローラーと、アンジェラですね。これ出す順番ミスってるような気がするけど、ここはスタッフタワーにストレンジで吸って、2枚吸えるよね。2枚吸える。フィスト出しとくかどうかだよね。フィスト出しとくのもなくはない。まあ一応出しておこうかな。はい、これで相手はビショップ打ち抜かれる。デンジャールームね。さあ、そしてこっちは、ストレンジで2体吸ってバルチャーが強くなる。モラレス1コスになる。で、フィストでぶっ飛ばす準備。ちょっとね、前回確かめられなかったのが、ホブゴブはね、ぶん殴られてから発動するのかどうか。これちょっと確認しましょうか。で、スタークタワーにね、ナイトクローラー出して強化しましょう。最後はヘイムダルでずらすという感じですね。で、デンジャールームは一旦、そのままかな。これで行ってみましょう。さあ、ホブゴブリンが、殴られてからデンジャールームで敵陣に行くのかどうかですね。ここを確認したい。さあ、ホブゴブデル、あ、移動するんだ。で、でもちゃんと殴られるんだ。へえ、なるほどなるほど。で、スタークの強化を受ける。さあ、ラストヘイムダルで引っ張るか。ヘイムダルで引っ張って、デンジャールームに2点いく。4点差になる。で、ワシントン DC に、バルチャーまでが来る。スタークタワーも一応引き分けになるんだよね。相手手札2枚だから、両サイドどっちか両方逆転するのは厳しいんじゃないかな。ってことで、これで行ってみましょう。はい、そうだね。これだったら、まあ、スタークタワーは引き分けになる。ワシントン DC はしっかり勝っていく。で、チャベさんが出て逆転しますが、33点がでかい。勝利、オッケー。まあまあまあ、ここは、勝てましたね。よし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 。プルマンが、ウルトラにできますが、ここもクレジット不足ですね。はい、もう一戦行きましょうか。ちょっと最近クレジットが足んないんだよね、本当に。クレジットね、ゴールドでっていうのも、まあなんかなくはないんだろうけど、まあでもね、クレジット、ゴールドはね、やっぱりちょっと、
イラスト違いをね、手に入れるときに使いたいかなって思うんだよね。おっと、ちょっとコストが重いな、手札。3、4、5、6しかない。アントマン、ハラー。真ん中、アスガルド。真ん中、アスガルド。2コス、3コスの動き。ちょ、アスガルドにクローク置こうか。相手は、いてえ、それやだ。スコーピオン嫌いなんだよな。スコーピオン嫌い。レチュギーヤか。そうですか。まあ、とりあえず、ナイトクローラー、いや、バスターか？あ、微妙。まあ、ハラーナイトクローラーかな。いざとなったら逃がせばいいし。さあ、相手はどうしてくるか。相手は、あ、動かしてきた。ほう、なるほど、なるほど。レチュギーヤから移動したモラレスが、1コスになった。スナップしますか。7点でしょ。ここ勝てればでかいんだけどね。ここ勝てればでかいと思うんだけど、ハラ。あー、でも厳しそうだね。ちょっとレチュギーヤの方に逃がそうか。で、その上でモラレスとバスターを真ん中に出しましょう。これでいく。ああ、そうか、ハラに出してこなかったか。だったらまあハラ勝ちに行くのが一番良かったかもしんないな。一応ね、モラレスバスターを出してればナイトクローラーと合わせてハラ勝ってたんだよね。まあただドローの方に期待したんだけど、これはどうだ、ちょっと微妙か。5ターン目、そうだね、ここは最後ヘイムダル。まあでも手札十分にあるから、もう今更岩が入ったところで動けないってことはないな、ということで言うと、もう出してもいい。で、これでレチュギーヤが取れるなら、ヘイムダルでずらして、ヘイムダルでも7点なんだな。14、18点だとちょっと不安か。真ん中勝ちに行く方がいいのか。あー、まあまあまあ、でもとりあえずホブゴブでいいかな。お、相手は埋めてきた。こっちはレチュギにホブゴブリンだ飛ばして、お、ナイトクローラーで埋めた。なるほど。さあ、ラストでどっちかな。でも相手ナイトクローラー移動させてチャベスとか置いてくる可能性もあるでしょ。19点になっちゃうとヘイムダル置いても勝てないんだよね。だからむしろ真ん中勝ちに行く方がいい気がする。真ん中9点はどうだろう。あ、いや、5点差しかない。5点差はちょっと厳しいか。あれ、これ結構微妙だな。まあでも2分の1なんだよね。相手がナイトクローラー動かして、18点だから8点、9点以上のキャラを置いてきたら負けなんだけど、そうでなければこれでいけるはず。こっちだと11点で負け確だからね。それをやるぐらいなら、まあ、これかな。ちょっと、不安だけど、まあ、これでいこう。頼む。
ナイトクローラーを動かしてなんか出すっていう動きじゃなければいけると思う。相手があとはどうしてくるかだね。おっと、真ん中強化だったらもらったかな。これはレチュギが勝てないからハラが逆転すれば OK。 あぶねえ、チャベさん持ってたじゃん。怖っ。今ナイトクローラー真ん中動かしてチャベス左に腹に出されてたら負けてた。怖えなんとか勝ちって感じだなこれは。危ない危ない。っていうかチャベス出たら負けとかって読みを言ってて相手持ってるっていうね。はあ、まあ相手からしたら単に真ん中にチャベス置くっていう選択肢もありだったのかな。ちょっとわかんないね。はい、というわけで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。